上田正蔵は、山口県宇部市出身の経歴詐称した、自称メーカーワークスに所属していた元プロレーサー、元プロ野球ゼネラルマネージャー、自称事業家、ペテン氏、家庭内の事情から性の変更をしたため、現在の名前は、竹下昭義、身長168センチメートル、体重55キログラム、血液型 r h a 2008年に設立された野球チーム、 奇襲レンジャーズの運営母体、株式会社奇襲レンジャーズに、自称元プロレーサーと、経歴詐称した上で、取締役兼任ゼネラルマネージャー就任。2009年2月20日、同じリーグの新球団である、神戸旧クルーズへ、執行役員常務として移籍したが、同年6月、神戸を運営する、株式会社神戸ベースボールクラブから解任される。関西独立リーグの球団運営は、 作唱したプロの厳しい世界の経験と経営手腕を評価されてのものだった。2011年4月、四国アイランドリーグプラスに所属する、徳島インディーゴソックスの事業、統括兼人ゼネラルマネージャーに就任。約2年ぶりのプロ野球会復帰となる。市との在任中、徳島はチーム創設7年目にして、初のリーグ優勝、合わせて年間総合優勝を遂げた。 徳島は2012年3月27日、3月1日に決定された NPB 育成選手の独立リーグ派遣制度の適用を国内の独立リーグ球団で初めて実現し、広島東洋カープから選手2名を受け入れた。2012年度の球団収支は1030万円の赤字で前年度から大幅に改善した。2012年12月、 徳島球団公式ホームページや自身の Facebook にて対談を表明。その後、2013年は球団顧問に就任。同年シーズン終了とともに退任。2013年3月、徳島県内でイタリア料理店をオープン。同年7月には広告制作やプランニングを行う。事務所を開設した後、2015年にはカフェのオープンとネット印刷業に参入した。 2020年4月、自身の元プロ二輪レーサーという経歴詐称を Facebook 上で謝罪。本人の経歴詐称のまとめ実際には、該当インタビューを受け、その中で、元プロレーサーと詐称した。実際には、第51回、宣伝会議賞ワイドレジャー部門1次審査通過。入選には、その後2次、審査、3次審査通過後さらに入選作が選ばれる。実際には、 ガレージイマジンは株式会社の登記記録がない。ありがとうございます。